清水くんのことは残念です。でも、それでも先生が生きていてくれてよかったです。南雲くんには本当に感謝ですね。死んでいたかもしれないと言われては、やはりどうやって治したのか少し気になりまして。先生、南雲くんと何かありました？普通に私とかでは教師と生徒ですのよ。先生、落ち着いてください。口調がおかしくなってます。南雲くん、愛ちゃんに何をしたのよ。